おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは水色ラッキーナンバー8です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。カップの6の正位置が出ました。懐かしさが胸を満たす。昔を振り返り、ノスタルジックな気分になります。温かで優しい記憶が胸を満たします。童心に帰り精神を癒そうとしている暗示です。言葉にできないほどの悲しみや苦しみに、心が壊れてしまうような、思いがしていたとしてもあなた様の心の純粋さは、失われていません。辛い現実から逃げるように、幸せだった過去の記憶が呼び、覚まされることもあるでしょう。それはあなた様のピュアな感性が心を守ろうとして、過去の幸福な、記憶に立ち返らせようとしている働きもあるのです。カップの6の正位置の意味は繊細さ、デリケートな感受性、純粋な心、過去を懐かしむ幸福な思い出、郷愁、死亡。2枚目めくっていきます。ペンタクルの6の逆位置が出ました。相手を支配したい気持ちが現れている状態です。好きな相手に対して束縛のような気持ちが芽生え始めていることもあります。バランスを欠いた状態を暗示しています。努力の甲斐なく、努力の甲斐なく、十分な見返りを得られなかったり、不満の残る結果となるかもしれません。あるいは、予定していたよりも多くの資金が必要になるかもしれません。あるいは、予定していたよりも多くの資金が必要になるなど、計算狂うかもしれません。いずれにしても、順調に行くと思っていたことの不備が、発覚したり、予定通りに行かないことが、度重なる可能性が高い時期です。最悪の結果を想定してことに挑んだ方がいいでしょう。ペンタクルの6の逆位置の意味は願望が高まる、見せかけの善意、自己保身的な態度、バランスの欠如、すっきりしない状況、不満が残る。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。